まあ、日本では工芸と言われますけれども、その中にも本当に素晴らしいものから、日常使いの、当時はだものって言われていた、本当にいいものではないとされていたようなものまで全部含まれると思うんですけども、そしたら1920年代ですね、柳宗悦さんって人が現れて、彼は本当の美はそういう、人にあげたりめでたり見るだけで使わないものじゃなくて、日常でみんなが使っているものの中にすごくいいものが実はありますよと。で、それはアノニマスで、誰が作ったかも名前も必要ないし、自分が作ったもので本当にご飯食べて生活してるし、そういうものの方が美は本物ですよっていうことを言った。それが民藝館の始まりです。で、民藝っていう言葉も柳宗悦さんが作った言葉で、それを聞いた時僕はちょっとびっくりしました。それはもう昔から日本にある言葉だと思ってたんだけど、割と新しい言葉です。で、工芸は昔から。で、今の時代は工芸とか民芸とかって言われているものの価値をそのまま生かして、それをどういうふうにデザインに取り入れて、広く多くの人が使えるようなものにするかっていうことが大切になってきていると。だからどうしても工芸手仕事とかっていうと数がたくさん作れないし、でもそれをもし機械に置き換えれば全く同じようなものができる可能性もあるということが、この椅子もそうですけど、インダストリアルクラフトとか言ってるんですけれども、工業生産的な工芸 みたいな言い方をしてますけど、そういう時代が来たのではないかなというふうには思いますね。